こんにちは。今回はこちらです。16代黒右衛門の純米吟醸人心地です。醸造元は長野県木曽村湯川酒造店さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ、使用米は人心地、精米部合は 55%、 アルコール度数は16度というふうになっています。なお今回はちっちゃく見えますかね、新酒だぞピチピチというふうに表記されています。新酒ですね。楽しみですね。では開栓していきます。すぐ開いちゃいましたね。ぐい飲みに注いだ状態になりました。今回のこのかっこいいぐい飲みですね、同じ長野県の松代焼のものがありましたので、そちらを使用していきます。お酒の話に戻って、今回の16代黒右衛門ですね、酒蔵さんでの直接販売はないようで、特約店のみでの販売ということです。使用米に応じてバリエーションが非常に豊かなんですね。またそれぞれ発売時期も異なっているので、購入する際はちょっとこうチェックが必要になるかなと思います。酒蔵さんの湯川酒造店さんですね、創業が1650年、江戸時代の初期になるかと思いますが、かなり歴史のある酒蔵さんで、長野県では2番目に古いということですね。もう一つの主力銘柄が木曽路というお酒で、そちらは酒蔵さんでも直接購入できるようですね。前置きは長くなりました。いつも通り順に報告していきます。まず香りから。香り結構豊かな感じですね。いい香りですね。フルーティーで今時の飲みやすいお酒かなという印象ですね。実際に口に含みます。あ、美味しいですね。口に含んでの第一感はまず濃いということですね。かなり濃厚な味わいです。香りは鼻で嗅いだのと同じようにフルーティーで華やかな感じ、まさに今時の飲みやすいタイプですね。またよく使われる新酒ならではのフレッシュ感っていう表現なんですけど、こちらは本当にそれが当てはまると思いますね。まあ、フルーティーであるからっていうのもあるかもしれないですけど、非常にこうフレッシュで若々しさみたいなものが感じられます。おかわりをいただいちゃいましょう。第一感というところでお伝えした通り、かなり濃ゆいんですね。それでいて旨味よりは甘みが前に出ています。そうなんですよ、結構くどくなりがちなコースなんですね。なんですが、やっぱりさすがなんですよね、くどくはないんですよね。重たくどっしり感っていうのも多少はあるんですけれども、ほとんど気にならないですね。むしろ飲み応えというところで個人的にはプラスに、ポジティブに感じています。アルコール感なんですけど、ほとんどドライ感はないですね。喉を通した時にちょっとこうふわってなるぐらいで、ひりつくような感じはほとんどありません。また粘性も結構高めなので、やっぱりね、重たくなる要素っていうのは揃ってるんですよね。ただ結構酸味も効いてるので、そのあたりで中和できてるのかなと思います。最後に合わせる料理なんですけど、かなり主張が強いので、もう本当に私個人の考えではお酒単体で楽しみたいなと思うんですが、そうですね、料理に合わせるとなると、ぶつけたいですね、濃ゆいものと。キノコと鶏肉にバターを絡めるっていうのがあるじゃないですか。ああいうこってりした感じのものですね。それでも全然負けないですね。お互いにこう引き立て合うと思いますので、よろしいかと思いますね。といったところです。今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。